さん、いっぽみです。今日はですね、夫と一緒に北千住に来てます。4日後にですね、子供の幼稚園の卒園式があるのに何も服がなくって、それを買いに来ました。夫はもうとっくに行ってしまいましたので、急ぎたいと思います。ジャケットを買いました。すごい綺麗な色の、結局自分の持ってるビームスのワンピース、ネイビーのワンピースに新しいジャケットと新しい靴を合わせることになりました。今からこの丸いで靴を買おうかなって思ってます。レッツラゴー。今夫がホールでクロワッサン買いに行ってるんですけど、ガガガーン、あるよね。はい、めっちゃショックです。待ち合わせしてます、夫。いや、もう今日さっき買ったって言ってたやつ、靴も買いました。靴も芝生でお披露目したかったんですけど、このフリースペースゾーンでちょっと華やかな感じの、あ上がですね、閉まってたんで、夫が来ました。あのクロワッサン買ってきたんですけど、やってなかったねジャケットはですね、こんな手持ちのビームスのワンピースに合わせる、なんかちょっと爽やかな、なんかすごいダブルが多かったね。流行ってるんだよね。でもなんか今持ってるアーピースには軽めがいいということで、スタイリストが本当にスタイリングが止まらないんで、合わせて靴も買いました。すごい綺麗な色ですね。ちょっと華やかな感じでね、もうちょっとねジャケットの色に濃い色が良かったんだけど、スウェードばっかりだったんでこれをチョイスしました。ね、綺麗だね、すごいね、良かったです。あとなんかちょっと真珠のこうなんかアクセサリーなんかつけたいなって思ってます。ありがとうございます。北千住いい感じでした。いい感じですか。うん、買い物には最適だね。最適だね。なんか最近あんまり来てなかったよね。ポールも久しぶりに買って、河原に、河原で食べることにしたね。そうだね、今からちょっとね、あんまりのんびり食べれるとこないもん。そうだね、行きたかったね。なんか1回ぐらいしか、いつもさ、なんかさ雨とかさ、いつもなんかそんなんで行けないよね。そう、空いてるのかな。うん、空いてないんじゃない、ね、360日ぐらい休みで6日か。そうそうそう。ショコ、うわ、出た、これパパ大好きなやつ。クロワッサンルビー、ルビーなんたら、ルビーなんたら、でクロワッサンを
チーズなんたら。チーズなんたら。クロワッサン3種。すごい、クロワッサン3種。なかなかの、結構ボリューミーな感じで。はい。いただきます。やっぱこれかなって思う。うまい。チーズを。みんなね、チーズチーズしてない。チーズチーズしてないらしいです。いただきます。ボールだよね。クロワッサンボール。うん、クロワッサンボールです。一時期クロワッサンにハマって、いろんなところで買いまくってたんですけど、うん、私たちの大好きなクロワッサンはボール。今日はシンプルなやつじゃなくて、全部なんか。そう、シンプルなやつ。美味しかった。シンプルに一口で偉い。チーズをなんたら。クロマージュ。どっちでもいいんだよ、うん、あ、これはホワイトモカです。だからめちゃくちゃ今日甘い感じですね。なかなかの甘さ、甘い感じです。これうまっ。マスク、これは好きだな。これどう、美味しい、超美味しい。クロワッサンチョコはチョコレートが大好きな人なので、ね、すごい好き。チョコそのものって感じで、もう分かります。バッキバキについてますから。バッキバキ。やっぱ瓦はいいですな。お迎えまであと何分ですか。あ、まだ結構ある。1時半だよまだ。また撮っていきます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。またね。Let me explain myself.